どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こちらをやってみました。今流行りの外羽レイヤーボブのスタイリング方法をやってみました。結構、外羽とかやったら結構皆さんできるかなと思うんですけど、最近重みがあって動きがあるレイヤースタイルが結構主流になってきてるので、それのスタイリング方法を今日は簡単にやってますので、自分でできるスタイリング方法になります。ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ブラシを使っていきます。まずはブラシで全体的に溶かしていきます。次にトップの表面の部分ですねを取り分けていきます。だいたい厚さが3センチ幅ぐらいで取り分けていきます。ではゴムで優しく結んでいきます。反対側も同様に分け取って結んでいきます。分け取ったら、ここ分け目がピキッとなってるんですけど、この部分を少しだけボリュームを出すようにしておいてください。するとちょっと分け目がふんわりとした感じになります。横から見た時にこんな感じになってれば OK です。次にサイドの髪の毛を溶かして、だいたい耳あたりぐらいまで全て集めて、ゴムで優しく結んでいきます。反対側も同様にやっていきます。横から見たらこんな感じになってます。26ミリのコテで温度は150度でやっていきます。まず下の髪の毛から巻いていきます。結んだところの毛先を、ちょっと小分けに分けて巻いた方がいいかなと思うので、少し少なめに取って外巻きに巻いていきます。もちろんこう一発で巻ける方は一発で巻いちゃっても全然いいんですけど、髪の毛の多い方とかだったら何個かに分けた方が綺麗に外羽になるかなと思いますので、無理せず分けながら巻いてください。次に表面の髪の毛を巻いていきます。表面の髪の毛はだいたいこう結んだところの中間あたりからコテを優しく入れて、そのまま一回転だけさせて毛先に向かって滑らしていきます。するとこのぐらいのカールができます。反対側も同様にやっていきます。細かく取って外羽に巻いていきます。表面の髪の毛も同様に中間あたりからコテを内巻きに入れて一回転させて、そのまま毛先に滑らしていきます。するとこのぐらいのカールがつきます。でゴムを外していきます。優しく崩していきます。リレイのフリーバームを使います。手にしっかりなじませたら、毛先の部分からまずつけていきます。この外羽の部分ですね。でここにしっかりとつけて、まずツヤ感と束感をしっかりと出します。
次に上の部分もしっかりとつけていきます。カールを優しく伸ばすような感じにしてしっかりとつけていきます。ある程度ついたら次に束感を出すように一束一束バランスを見てつけていきます。スプレーを使っていきます。最後はスプレーで束感をキープするようにつけて、でトップの部分も少し毛束をつまんで根元の部分にスプレーをつけるとふんわり感が出てくれます。こんな感じでやってみました。で、今日はゴムを結んで巻いてみたんですけど、まあ、自分で多分ちょっとダッカールとかでブロッキングしてやれば、まあ、できるっちゃできるんですけど、結構まあゴムだと、もうそのまま巻いちゃったりとかして、結構簡単に、カールつけて、外しただけである程度動きがつくような感じになるので、ただ、ゴムをあんまりきつく結びすぎると、そのゴム跡ついちゃうので、そこだけは気をつけてやってください。結構簡単にできるかなと思うので、これでスタイリング皆さん楽しんでください。またこの動画良かったら、グッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。